はい、どうも、ラチラです。はい、えーと、こんばんはと。はい、えーとね、今日、あの、今日、今日っていうか、ああ、今日か。もう日付変わって、一応もう1時前なんで、えーと、先ほど、えー、実写の動画をね、撮らせてもらいました。はい、6月にね、入ったんでね、まあ、いつものようにと思ったんだけど、まだ編集とかもしないし、あの、まあ、いつものようにね、ピカチュウとか、シーカワとか、いろいろ挟み込みたいんで、あのー、まあ、今のところはね、 あのまだこれからなんだけどまあとりあえず素材としては出来上がりまし出来上がりっていうか取りましたねはいえっとそんな感じで今日今日っていうかね昨日めっちゃボーっとしててずっとあの昼間とかでボーっとしてっていうかあの妙にイラッとしたりとかなんかストレス溜まってんなっていうのがあったから まあ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 そうでなくてもちょっといろいろあったりもしたんだけどツイッターとかでねまあまあそれは別としてなんかそういうイラついてるのが溜まってきたのでまあ月終わり月始めというまあ節目でもあるのでまあちょっとえっと遊びに行こうということになって <laughs> 遊びに行こうということにっていうかまあ俺一人だけどねあのそんな感じでねまあちょっと遊び歩いてきたんだけど まあね、たまにはね、こういうのもありだよなと思う。まあね、その途中でも俺まだぼーっとしてて、店間違えそうになったけどね、行く店 <laughs>。マジで恥ずかしかったけど。はいまあまあ、そんなこともありつつも、まあまあ、楽しく、その5月を締めくくれてよかったのかなとは思ってますね。はい。えっ、ー、と、まあね、えっ、ー、とね、実写の方でもその話ちょっとしてるので、まあ、後に重複してしまうんだけど、あのー、 昨日とかは、まあ、ちょっとねちいかわのねあの過去のねアーカイブというか過去のものがいろいろネットで素材を見つけてその切り抜きを作ったりしてるんだけど当然だってその本編を保存してたわけじゃないので昔,昔っていうか前のやつは。なのでも最新のやつはもう全部とりあえずダウンロードだけして切り抜き準備をして、まあ、1日でポンポンポンとまあ 1>, 1日か、まあ、2日かけるかしてねあげたりとかしてるんだけど、あのー、それ以外それ以外 <laughs> まあねあのー、言ったらちいかわのアニメ本編の日まあえっ、ー、とね昨日も言ったかもしれないけどまあ大体その翌日ぐらいにポンポンとあげるように日を絞っていこうかなみたいなことを言ってたと思うんだけどまあねそれがちょっと現実に身を帯びてきてるかなと思います。 あのまあもちろんネタがある時はその不定期というかそのプラスアルファで一日に何本今後もねあげたりする日もあると思うしその再生も回るのでね頑張ってやろうと思うんだけど <laughs> ただね今日みたいにその動き回ったりボーッとしてたりしてる日とかイラついてる日とかにあのひどネタを拾ってきて編集するなんて元気はないので。 まあ正直下手したら打つ側に入ってしまう、その総打つのね、打つ側に入ってしまう匂いすら感じてるので、ちょっとあまりコーンを詰めるような作業はね、しない方がいいかなとは思ったりしてますね。はい。まそんな感じですね。まあでもね、とにかくね、ショートは、まあ、えっと、今日何曜日だっけ、えー、今日木曜か。なんで、まあ明日の2日に、あの、まあ言ったら、 ちいかわの本編があるのでま,あまたそれを使って切り抜きを作ったりとかまあそういうことをやっていこうかなとは思いますねとりあえずはまあそれまではまあそれまではっていうかまあ明日なんで言ったらまあなんで今日はまあ上げれたら1本2本ぐらい2本は無理だな1本ぐらいは上げれたらいいなとは思いますけどねはいそんな感じですえっとまあちいかわに関してはそんな感じであと 多分ええー、6月、まあ、まあ、上旬、上旬というか、まあ、今週中ぐらいに、まあ、切り抜きを何人か、まあ、前に言ってた人などを、まあ、2人、ないしは3人ぐらいの切り抜きを上げたいなと思ってます。たまにはそっちのコンテンツもね、上げないとなと思ってるので、誰を上げるかというのは、 まあ,ね、あらかた考えてはいるんだけど、まだ確定ではないし、変わってることもあるし、増えることもあったりするので、まあ、ちょっとまだはっきりしてないんで、名前は言えないんですけど、まあ上げようかなと思ってるので、まあ、よかったら期待をしてねっていう感じで。はい。えっ、ー、と、まあちいかわにしても、まあ何し、切り抜きにしても、まあいろいろとね、いろんなコンテンツを回してね、 あのー、もっとチャンネルを伸ばしていこうと思うので、はい、チャンネル登録をガンガンしていってくださいということでまだちょっとだるくて安入りなので今日はこの辺でロッティアでした。バイ